どうも、はじめてはのでーす。どうも、はじめてでかでーす。今回はですね、念願ちゃんと動画見てる？花でん、花でんの。当たり前すぎ。ちなみに旅立ちの日に何回見たお前？旅立ちの日に俺多分15回ぐらいは見てる。おー、偉い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 。でも俺の母さんから50回ぐらい見たらしいから、リアルに。あー、偉い偉い。ずっと回しながら在宅ワークしてたらしい。いや、わかる。旅立ちの日に50回ぐらい見たっつって、じゃあ俺のバイオ見たっつったら見てないって言われた。はい、というわけで、まあ、今回の企画はですね、この動画、誰が編集したでしょう。まあ僕がメントスコーラをするっていう、まあクソみたいな10分ぐらいの動画をね、キム、マコ、ノエ、スン、ワガの5人に、おのおのね、2、3分の動画にして提出してもらいましたと。で、それをですね、今から誰が編集したかっていうのを当ててもらいます。マジで外したくないな、これ。マジで外してない。外せんよ、これ、ほんまに。まあまあ、というわけで、早速やっていきたいと思います。メゲタパセボウィズ、アドビ。これナンバーワンから見ていけばいいわけね。ナンバーワンから見ていきましょうか、はい、それでは1作品目見ていきたいと思います。はい、せーので、ほい。どうも、はじめてはのです。皆さんご存知ですか？なんとですね、なんかメントスとコーラを混ぜるとほーらしいんですね。というわけで今回はですね、なんと今のね、今のヒントね、メントスとコーラ、メントスコーラをやっていきたいと思います。それ、サントスコアラやー。これは謎すぎる。気を取り直して早速メントスコアラやっていきたいと思います。まずはマジで変やもん。あー、あー、まあ今回はこれはもう使えません。今回は機体の実験です。2つ同時にメントスを入れます。そして2つ同時にコーラ入れます。そしたらどっちのコーラがより強いのかっていうのをね、検証していきたいと思います。いや、これ結構分かったから。2つのサントスを入れていくんですけども、それではいきます。3、2、1。さあ、やばい。さあ、シーブリーズの時と同じ顔してる。鼻をシーブリーズの時と同じ顔してる。切腹。おお、これ結構目星ついたけどな。いやー、でもこれむずいな。これ俺これむずい。ちょっとお前の顔見よう。お前せこいって、お前せこいって、お前。いや、これでもこれ結構むずいね。言うてもこれ結構むずく、コントとかにも結構出てた気がする。それをやるのはこの2人のどっちかかなってなってるけど。いや、でもまあ確かに多分俺もこっちかなって感じ。じゃあナンバー2いきますよ。第2作品目いきたいと思います。はい、それではどうぞ。どうも、はじめてはのです。というわけで今回はですね、なんとですね、なんかメントスとコーラを混ぜると、これ悪意あるな、これ爆発するらしいんですね。悪意あるな、これ。メントスコーラが、これ誰のチャンネルこれ。いやチューとかやめろって。今のドッキリしちゃいな、今の。でも今のちょっと俺結構ポイントやな。溢れたものを自分が嫌いになりそう。これ3、2、1。さあさあさあ、さらばじゃ。ここ無駄にガンなんだよ、マジで。これマジでこれ一から作ったんちゃう、これだって。あ、だから どうやって作ったん、これだって。ほんまにこれ5人の中から編集してる、これ。ちなみに今回だから、誰が誰って分かりやすいんで、みんなも、分かりづらくする工作は OK っていう風にしてます。なるほど、なるほど。花尾がでもちょっとほんまにやってくれたらみたいな顔してたから、さすがに花尾じゃないな、これは。やってくれたらみたいな顔してた。俺のあのリアクションぶりは確かに本命やと思う。やってくれたらみたいな顔してた。これが仮にスンとかやった場合、これスン当てたいわけよ、俺は。顔やめろって思う。はい、じゃあというわけで、じゃあ3つ目の作品いきたいと思います。
いっせーので、どうも、星部太郎です。皆さんご存知ですか？なんとですね、なんかメントスと麺と酢とコーラ、こちらを混ぜてメントスコーラを作っていきたいと思います。メントスコーラをやっていきたいと思います。 BGM ね、それ難しいね、これ。サントスコーラやうわ、なにこれなにこれなにこれ、こんなギミックのやつうちにおらへんこんなギミックやってこへんで、普通俺らのチーム。これむずいなぁ。そうで、いやぁ待って、スンズポイントって書いてないみたい。今ちょっと待って、今なんか文字見えたけど、あれ今なんか分かんの見えた気がするんやけど、今の罠どういうミス。今のコーラをやっていきたいんですけれどもですね、やっぱみんなカットのさ、使うところはやっぱ一人一人違うからさ、なんか面白いよね、こういう。それではいきます。3、2、1。切腹！切腹？切腹ってなんだ。これが本当のいやー、なるほどね。これでも途中のあれは罠ですか？あれはまず、あの、あれ罠かな、もしかして。編集人狼なってるやん、それ。だってもう、でも最後の言葉が元気そうで何よりみたいな書いてあったんやけど、まああいつはそう思いそうやなって感じ、花尾に対してあいつって誰だ。あの言葉の癖も結構出てるから。え、なんかさ、あの、実は編集混ぜこぜドッキリとかやってる、お前ら企画してきたな、お前。これってさ、俺たちがお前らの編集見て、俺ら分かってるやろお前らのことっていう動画やったのに。いや、そういう動画やね、そうそう、そういう動画やね、そうだからここであいつを取ったら、こっちであいつは使えへんってことになるから、どれかの説を押さないと、どれかの説は死んでしまう。え、じゃあちょっと次行くで、もうお前顔見んな。じゃあ、行きますよ。いっせーので、どうも、星部太郎です。というわけで今回はですね、メントスコーラを作っていきたいと思います。何これ、何このフォント、何これ、何この本当。メントスコーラや、なんやてー、なんやてー、なんやてー、誰やねん、こんな配信見たことないよ、お前。メントスコーラ、メントスコーラや、カオス、カオス、誰これ、マジ芝居、これ芝居ですか、これ。続き、続き、ただいま。いや、やめろ、黒歴史公開すな、お前。サントスコア、はい、気を取り直して早速メントスコーラやっていきたいと思います。どこの文化、これ。お腹が空きましたね。はい、ということでメントスコーラをね、マジでわかんない、これ。今回はこれは使いません。よし、マジでわからん、これ。一旦すぐにできるように、まあ前もって準備をしておくわけですね。わお、わお、わざとじゃないからね。めっちゃ難しいわ、ほんとね。それではいきます。3、2、1。切腹！これが本当の。なんつって。なるほどね。いやー、でもこれはね、いやでも俺これかな。うわ、すげえな、これマジか。なんかニューハナデーも垣間見たような。 5人とも外したら俺全員嫌いになりそう、俺ほんまに。でもまあまあ、でも言うてもナンバー1とかがほんまのメインチャンネルっぽさはあったんやけどな。次を確定させることができたらめっちゃでかい。てか50-50とかない、これ。オーディエンスとか、ちょっと待って、次なんかまた、何これ何これ、何が癖強っ、冒頭の癖強ない、これ。何何何何何、誰かのオープニングパクったやろお前、これ。じゃあ行きます。はい、やめろって、だからもうやめろって、ボロパクリやめろって、ほんま、お前ほんまに。どうも、星部太郎です。というわけで今回はですね、皆さんご存知ですか、やめろって、ね、あの、毎日総合から2926日みたいな、お前全然嘘つくね、やめろって。
爆発するらしいんですね。というわけで今回はですね、なんとまあやめてこれ一番きついってこれ。メントスコーラを作っていきたいと思います。なんか水割りボンドに見えてきた俺のこと。あ、なおそれ。メントスコーラが。あれ？すげえすげえ何これ。はい。気を取り直してさ。うわあやばい。コンパレードやめろってお前。フルコースやめろってお前。しかもね、しかも西じゃない。この辺ちょっと見たことない、見たことない枠使ってるもんこれ。メンタスコーラっていうのはですね、まず原理的にはあんまり解明されてない。何これすごいな。なんかデプ主はよくわかんない。いやちょっと待ってこれ。実はほとんど解明されているメンタスコーラについて解説していく。すげえ、どういうことこれ。これどういうこと、これ作ったってことこれ。いや無駄な努力やめて、ここのここの無駄な努力やめてくれ。もうだってこいつだけが素材部下作らんといてくれよ。これもう分かった、今回は期待の実験ですということで、2つ同時にマジ分からんこれ。コスト今回やっていきたいと思います。すごいなこの世界線。待って、シオン、メントスコーラ実践。誰やねん、こういう人も。誰この人。誰これやったやつ、ほんまに。入れた。あ、すごいすごいすごい、めっちゃ吐き出てんじゃん。え、すごい。どういうことこれ。コーラの永久期間じゃん。だの、どの CV 誰ですか、この方。しかも終わったやんけ、しかも。待って、もう全然わからんこれマジで。ほんまもうお前らさ、人狼がマジやめてくれよ俺。ほんまだってこれをやってくるってことはお前ら相談かなんかしたってことじゃないこれって。マジでこれ絶対相談してる、絶対ね。それは間違いない。もうそうじゃないとおかしいクオリティやもん。提出遅かったのはまあノエとか、アコはちょっとなんかもうちょっとやっていいですかみたいなこと言っとったもんな。もう一応決めましたよ僕。いや俺はもう信じる、自分を信じるね、これはほんまに。逆に間違ってたらもう作ったやつが悪い。はい、というわけで、5個見終わったんで、今から誰が誰やったかっていうのをね、発表していきたいと思います。じゃあ、はい、久野さん、誰がどの編集をしたか教えてください。いきます。キム、ワガ、ノエ、マコ、スンでございます。びっくりする話していいですか。うん、一人も被ってないっす。びっくりする。マジ、俺結構もうこれしかないんじゃないかって。だからお前やったらって言えへんのよ。俺がやってる可能性あるんやな。じゃあ次、レンガーさん、誰がどれを編集したものですか。マコ、ノエリ、スン、ワガ、キムでございます。全然、マジで全然違うなこれ。じゃあナンバーワンからちょっとじゃあ言っていく。ナンバーワン結構ノーマルに近かったやん。そうそう、ノーマルに近かったと思う、これは。俺が着目したのは早送りなのね。早送りの使い方がこれキムっぽかったなって思った。あとはメントスコーラ のこういう動かすやつの丁寧さ、こういう丁寧さができるのはでもキムなんですよね。いやーそうかもしれん。じゃあお前言った。じゃあ俺が注目したのはピンクの一色フォントみたいなのがあったんやね。で単色が目立つっていうのはなんかマコなんかなというのがまず一番だ。キムとかの方がどっちかっていうと黒の枠がもうちょっと入ってるイメージ。2つ目の根拠は、まず、まあ、完全雪犬編集ね。でも雪犬編集って言ってもあそこまでのトレースって多分できひんと思うよな、初めっから。なんかそのさ五感の質感とかあの言葉選びだからその辺の忠実に吸収してるのは俺は我がやと思った。ノエリンとかもありえるかもしれんけど、あそこまでトレースは結構むずくて。いやでもナンバー2が一番難しかった正直。誰にするか、これをやろうって言ったのはノエリンなんじゃないかなと思っちゃったよね。でノエリンって結構実はめっちゃこだわってるから、あのほんまに偽に行った可能性あると思うねんな。ノエリンがクオリティが高かったんだマジでトレースの。いやそうすごいと思う、これ正直相当すごいことやってたと思う。じゃあ3つ目に、まあ、俺ノエリンを持ってきた。だから言うて誰がスーンをパクるかってことなのね。フォント見た時にあれ最近スーンが取り入れたさ鬼滅のさフォント入ってたやんか。でまあしかもスーンズポイント入ってたからこいつアホかなと思ったんやけど、まあ5個を見る限りは多分これは罠だと踏んで。いやでもこれお前ド直球にスーンはちょっとさすがにちょっとあれちゃう。いやでもスーンをお前アホと見すぎちゃうか。いやそれ何度も考えた、正直これをスーンじゃなくしようっていうのも何度も考えたけど、これはやっぱりスーンやと思うっていう。どっちかっていうと下2人結構自信あんねん俺。じゃあちょっと
4は、まあ、とりあえず一番凝ってたなと思ったのは4なのね。なんかそのなんか初めの辺のさ、こうごちゃごちゃしたテンポみたいなやつとか、まあ、絶対うちのチャンネルにはない編集やんか。でもだからこそ、俺はなんか編集者としてのなんかプライドを感じた。で、あと、決定的な瞬間、俺のあの、ピープのドラマの、ただいま。っていうやつがあってんけど、あれ、マコ気に入ってたの、あれ。あれ僕、それちょっとあれ僕大好きっすよ。ちょっと待って、そのあれマコ気に入ってたから、ちょっと入れかねへんなっていう。ナンバーファイブで最後。で、俺確かにこれはキムスンのどっちかかなとは思った。で、キムスンのどっちかに何年確かに、あの理系的なとことかに加えて、会話のところに、俺これ決定的に見てたんやけど、会話のとこに、フラゴキツイっていうワードがあったよね。キムが、ノエリンがいる体でそこにフラゴキツイって書いたんじゃないかなと思って。で、スンはどっちかで言うと絶対コールタイプなのね。コールタイプやから、凝ったスンはどこに行ったかって話なの。全部二択俺とお前逆やなって感じやな。ああ、確かに。それで言ったら考え方は似てたわけね。まあでもナンバー2に関してはちょっと考え方が違ったって感じやな。ナンバー2の編集の技術で誰とかじゃないんやね、俺の中で。誰がやりたいって言い出したかみたいな感じで考えちゃった、あれに関しては。あの、ちなみに僕は誰にも相談せずに一人で編集したんですけど。うん、僕もです。僕もです。多分マジ？みんなそうですね。え？すげえな。だから相談しない。すごい。だから、マジ相談なし。それぞれがバランス考えてやった。え、お前らなんか仲いいな、さては。いや、そうなんですよ。はい、では、正解発表です。ナンバー1の、編集をしたのは誰ですか？よっしゃーよっしゃーいやーやったやっぱりなやっぱりそう思ってんな今からちょっと口祭りにしていいからもうえ、他の4人は分かりましたよいよいよいよもちろんじゃあナンバー2行こうナンバー2の編集をした人は誰ですか車がマジかーマイコーえ、誰あー、よっしゃ私は聞きましたマジほら、やっぱり聞いてるなんかエフェクトとか BGM とか全部送ってくれてすげえ優しいいいよって言ってくれて、ね、優しすぎ相当勉強したんちゃうこれでも結構すごい動画見ましたいやだってパソコン2台で片方よりキリルさんの動画流してこっちで花尾さん編集するみたいなやつすげえなマジか俺この動画にこの企画にそんだけかけてくれたかと思うもう愛すら感じるじゃあ次も俺絶対間違えてるってことやもんなはいでは、はい、ナンバー3の動画を編集したのは誰ですかはい、うわーやっぱり我がか僕は結構今回あのスタンダードに行きました割と、まあ、もう負けかなこれさすがにもう4号はだって多分花は合ってるもん多分1個言っていいもう我がも気分も出たんじゃはいではナンバー4の編集したのは誰ですかはいマコ俺ですなんか自信の先にあげんなお前僕は結構もうなんか誰に寄せようとかなくオーソドックスに僕なりにやって中にポールとこ入れようと思ってってことで、まあ、ラストは、ね、アイスン君ということでマジめっちゃ大変でしたほんまにいや大変やったよなこれでマジでマジ3番目と5番目がマジできたとあれってさあれって自分で作るん自分で作るんあれ買いましたマジってことえ、あれ買うんすよ、こういうソフトあとマジ5番目がマジで、あれ大変あれ、やばい、あれ天才やろえ、なんか会話みたい、会話のチャットみたいなやつはい、まず製品を考えたんですよそれを、ピルマルさんに送ったんですよでピルマルさんに喋ってもらったんですよあれピルマルさんの声なのそう、ピルマルさんマジあ、マジでそれはマジそこまでやってたマジかよピッチ補正して、ちょっと本件言ってたんですよ今、なんかそういうアプリがあって自分がこうやってカメラで動かすと VTuber が動いてくれるってアプリがあるアプリというか、サイトがあるんですよすごいなお前なんでグリーンバックでくっつけてっていう感じでやりましたやばすごいなということで今回より長い時間後輩の編集を見てきたのは花尾さんですイエス当選